ではい E 問題やっていきます。で、まあじゃゃまだ詰まったままです。で、E いい問題ですが、Sum of GCD of Tuples Hard。1以上、K 以下の整数からなる長さ N の数列がを考えますと。で、そのようなものは K の N 乗個ぐらいあるんですけど、それのべてについて、あこれを求めてくださいと。だから、えー、さっき B C 問題で3つのやつやったんですけど、それの、まあ、N 個のやつやってくださいってことですね。で、N も K もでかいと。 まあ10の5乗か。まあこれは C 言語で解くかなと思います。で、えー、っと、どうやって解きましょうか。あんまり思いついてないんですけれども。あ、そんなことはなくて、えー、っと、これは DP を考えればいいですね。今やってるのは、1から K までの数字 N 個だっけ一から N まで結構。あ、1から K までは N 個ですね。 じゃなくてはい1から k までを n 個って言ってるんですけどこの dpij としてえっ、ー、と先頭 y 個が先頭 y 個の gcd が j となる個数 っていうのを、えー、考えてあげると、これって、えっ、ー、と、dp0 うんたらから dp1 うんたらを計算する方法は、えっ、ー、と、これ線形な関数になりますよね。i から dpi プラス1は。はい。というふうになるので、まあなんかこれを10のご紹介できるような工夫があればいいと。 えっと、ただ、これ十の五乗だからな。あ、あただ、えっ、ー、と、その GCD、ちょっと待ってよ。で、こうなってって。でえっ、ー、と。 これはね、だからまあ、こ、この、こういう DP 考えたらいいなと思ってて、で、ここが線形だから、まあ、行列類似みたいな感じになるんだけど、ここからここまでが、えっ、ー、と、5千五千じゃない ?5×10 の5乗 ?10 の5乗,、うん、10, の5乗 ×10 の5乗の、あの、繊維になるんで、これ一発でも回せないんですね。えー、どうしましょうか。えっ、ー、と、一発でも回せないの どうんーんとねじゃああれするかん普通に GCD が K のやつ数えます ?K というか、まあ、G のやつまあでこれは普通に難しいんですよ GCP GCD が, G, のやつ G, が G, G 以上のやつ G 以上というか G の倍数のやつっていうふうにするとあの法上が使えるんですよね、えー、GCD が G の倍数のやつというのは G の倍数を好きなようにくっつければ OK ででそのうち GCD が G の倍数じゃないやつはあ G の倍数それ全部についてそれを消してあげればいいから あまあ、それでいいのか。えー、っと、で、1の倍数って、どんぐらいあるの大したことないか。あじゃあ、それで、それでいいですね。えー、っと、だから、GCD が1の倍数のやつを数えると、あとは適当なことすれば、答えが求まります。というわけで、いいし、はい。まず、それを数えましょう。4イント i は0、i は、あれ、n と k だっけ ?n と k もらって、4イント i は1、 0,0ゼロゼロのやつないから i から、あ、まあ、g ね。1から k で g プラプラってやって、えっ、ー、と、g の倍数だけからなる長さ n の列っていうのは g の倍数の個数の n 乗ですよね。だから dpg は g の n 乗とかを取るから、 パワ,ーパワーを持ってきてあげて、もっとパウの、えっ、ー、と、N 分の G、じゃあ K 分の G 以降のうち N 個取ってくるよって感じですよね。はい、うん。で、うーんと、これはよくって DP 取りました。えっ、ー、と、10の5乗ですよね。 n とか k は10の文字だからこれでよくて、あとは dpg は今 g の倍数、最終的に gcd が g の倍数になるやつの個数ですから、それって例えば gcd が 2g になるやつとか入ってるわけですよね。えっ、ー、と、ので、えっ、ー、と、for int g は k,、えー、g, g, g は1になるまで g マイナスマイナスして、 えっと、ちょうど g, exactly g は dpg から for int j は0 j は k あまあ、g の倍数なんで gg とかにします。まあ、gg、うん、は j, g であ g かける2で,で g, g が、えー、と k か g プラスプラスとあ、プラスイコール g というふうにやって、エグザクトリー、括弧 G 引く、エグザクトリーの括弧 GG ですね。そう、自分のバイスのやつのちょうどそれになるやつを消してあげればいいです。で、これ GG は自分より大きいやつですから、こういうふうに G は大きい方からちっちゃい方に巡るようにやっていくと、このディープ上手く回ります。で、最終的にアンサープラスイコール、エグザクトリー括弧 G かける g ですね。 で、まあ、mod で渡りましょう。で、e x a c t リ y g も、どこかで mod を取る人があって、ここで戻ってればいいのかな。はい。で、これしていくとアンサーが負になることがあるんで、if、アンサーが負だったら、ans プラスイコール mod ってして、c out ア,アンサーで OK ですね。で、e x a c t リ y とか言ってるから、がないよって言われてるから、こうしてあげて、 で、あとアンサーもないんですね。で、ここにエグザクトリーのスペルが間違ってて、イントアンサー。はい。これで OK。さあ、えっ、ー、と、色と CPP して、コンパイル通って、じゃあ入力例、順番に見ていきましょう。えー、3の2は9。いいですね。さっきやったやつだ。で、3の200が、これもさっきやったやつで、お、合ってる。え、じゃあ合ってるかなこれ。はい。 合ってます、ね、じゃあこれで OK ということでまあ数え上げですからこれはさすがに合ってるでしょう全部ロングロングイントだから特に怖いこともないと C プラプラで提出してお願いしますとああ詰まってますねまあじゃあ次 F 問題やるんでお楽しみに